川だったりビッグさんのところの富山型、いや海ももちろん、うん、そういう風景の中にあるのが僕は好きかなって、はい、まあ、車でその古町とかあっち行く時とかも橋渡るじゃないですか、あ水辺のそういう時にやっぱいいところだなっていうのは、まあ、多分新潟の人はもう慣れてるからそこまで感じないだろうなと思って、まあ、具体的な場所ではないですけどが好きですかね、はい、